はい、くてまるどうも、れいまるです。本日はね、タワーレコードから、欅坂の CD がね、届いたので、開封していきたいなと思います。それでは、レッツゴー。まあ、ということで、欅坂の CD が届いたんですけども、現在の時刻がですね、10月7日水曜日の21時になったばかりなんですけども、まあ、発売日にね、CD が僕は届きました。タワーレコードで予約しました。なので、本当に欅坂のベストアルバム発売、本当におめでとうございます。で、欅坂のラストライブが12日、13日なので、もうあと1週間もないんかな ?1 週間ほんまや。来週の14日にはもう欅坂じゃないという、この事実。ベイマルは、よく動画のタイトルで、欅日向太田の日常であったりだとか、欅日向太田の〇〇っていうことをずっと言ってるんですけども、もう、来週から欅日向太田って呼べないからね。え、どうなんやろ桜日向太田まあ、ゴロも多分ね、慣れなんでしょうね、慣れ。うん、慣れなので、まあ、桜日向太田で、鳴らしていきたいなと思っております。タワーレコードで予約したので、こちらのね、ポストカードが届きました。ジャケ写ポストカードですね。後ろに、欅坂46、永遠より長い一瞬ということで。まあ、このタイトル素晴らしいと思う、本当に。一瞬やけど長い、けど永遠より、みたいな、なんかもう、それがね、すごいね。で、今回、こちらちゃんと A タイプ、B タイプ通常版3種類無事購入することできました。まあ、このジャケ写はね、もうダサいであったりだとか、まあいろいろ議論はあるんですけども、まあこれもね、なんか見慣れたというか、ね、いい感じのジャケット写真になっております。まずはこちらのタイプ A から見ていきましょう。いや、本当にアルバムが発売したということでですね、なんかやっぱラストライブが近づくのがなんかこう、楽しみであるかつ寂しいっていう気持ちもあるし、やっぱこの CD に関してで言うと不協和音が収録されなかったりであったりだとか、やっぱいろいろこの何ライブの円盤じゃないというか、まあ、特典で円盤があるので、まあそれのねちょっと曖昧さだったりだとか、まあいろいろあるんですけども、まあいろいろあるんですけども、やっぱ新曲やっぱ聴けるのはすごい嬉しい。ほんまに嬉しいですね。今回スペシャル応募券ついております。スペシャル応募券はなんかワッペンもらえたりだとか、ヘッドホンもらえたりだとか、ポスターもらえたりだとか、まあいろいろあるので皆さん調べてみてください。いやー、本当にベストアルバムって嬉しいね。で、ディスクが3枚ついております。CD とブルーレイですね。いやー、皆さんこれはやっぱ買わないといけないですよね、やっぱり。欅日向太田のみんなは。やばいわ、ライブ写真、やばいやばい。これはチラッと見れてるんですけど、こんな感じで。やっぱさ、フォトブック、だけじゃさ、もったいないよね。やっぱ欅のさ、ライブフォトブック写真集出して欲しかったよな、ほんまに。やばくない？黒羊とかあんま見せれないんですけど、これはやっぱ出して欲しかったなってすごい思います。はい。で、今回の応募券の券なんですけども、やっぱワッペンとかさ、やっぱグッズ再販とかのアンケート遅いし、やっぱ多分ラストライブのグッズも出るんでしょうね。出るんでしょうけど、やっぱラストライブのグッズを身につけて、ラストライブ見たくない？配信ライブ。いや、もっとグッズとか早く、やっぱ、いや、あかんな。なんか文句ばっか言っちゃダメだね。今回ね、やっぱ新曲、ほんまに欅坂のファン、欅坂のオタクの皆さん、本当に嬉しいよね。新曲をイヤホンで聴けるというか、フルでイヤホンで正規で聴けるっていうのは、すごい嬉しいことなんではないかなって思います。うん。で、こっちも、B タイプの方も、ちっちゃいフォトブックがついております。これめちゃくちゃいいね。後でちゃんと見ますね。いやー、テチの2018年の登場とかね、まあいろいろあるんですけども、後々眺めたいなと思っております。 B タイプはこんな感じで、CD 入ってて、またねスペシャル応募券あります。で、こっちもねちゃんと歌詞カードがついてて、CD とブルーレイがついてるって形ですね。いや、いい。これも後で、ライブの映像を見たいなと思っております。で、やっぱ新曲についてなんですけども、10月のプールは、こう実際なんか歌詞がやっぱり黒い羊の次だとちょっと世界観が薄いとか、まああるかもしんないですけど、やっぱ第2章って考えたら、その黒い羊までの僕ではない僕かもしれないし、ちょっと違ったアナザーストーリーの僕かもしれないし、ね、なんかいろんな僕が想像できるので、僕は10月のプールすごい大好きです。はい。10月のプールすごい大好きですね。こんな感じですね、通常版は。すごい大好きですし、やっぱね、もともとサジンとかも、やっぱ CD 音源化今回されて、音源とか聞いたんですけど、当時のサジン、一番最初に出たサジンって、やっぱテチの声入ってたと思うんですよね。10月のプールも。なんか、そんな感じがします。やっぱ低音があるとか。うん、まあ当時のサジンも好きやったし、今のサジンも好き。
だなって思っております。はい、でもやっぱラストライブが来週もうすぐなので、やっぱ最後に欅坂の緑のサイリウムオーバーチャーから染めてあげたかったな、みんなでこうもう一度ファンのみんなでそのサイリウムをメンバーに見せてあげたかったなっていう気持ちは大いにあるんですけども、やっぱラストライブ、皆さんそれぞれの自宅から欅坂の最後を見届けてね、桜坂への一歩をしっかりと見届けたいなと思っております。やっぱ語りたいこといっぱいあるんですけども、またそれはあの欅坂が終わるまで12日13日訪れるまでに動画化したいと思っているので、皆さん楽しみに、欅坂の別れと桜坂のスタート一緒にお祝いできたらなと思っております。ということで皆さんもね、この永遠より長い一瞬手に入れましたか？ということで本日の動画以上です。バイバーイ。